だからもうネズミが濃いからですよ。魚類食べ物ですよ。まあ、キャットウィンドウちゃんは食べてみようかなと思います。はい、最近の猫事情も本当いろいろ。では4組目参りましょう。南九州市から鍋町前原みどりさん。およそ3年。寝くんだば。余命介護でよかいび。寝くんだば。余命介護でよかいび。はい、これもね、あの寝くんだばば。寝くんだばば。余命介護でよかいびと。このはいいでしょうね。はいはい。病気で寝込んでしまったちゅうのは、日本語弁では寝くだ。はい。ね。がを一つに読まずに、かで。はい。なるほど。あの、病気したのどう困るしましたね。空野さん。僕も幼稚園の時噛まれて、もうすぐ肩。あ、そう。でもやっぱりなんか伝わるんだろうね。恐怖というか、嫌だというのが。およそ40歳。人が太というのが、人と呼んでらっしゃいます。先生、やっぱり地域で人のことを太っていうとこありますね。ですよね。人は大事。はいはい。人は太ですね。ね、地域によっては本当人のことを太って。はい。なるほど。はい。いろんな勉強させてもらいますね。はい。では11組です。鹿児島市光山川端みっちゃんさんの句です。下校じゃ。キーシュチーシュ。